こんにちは八丁塗りキリスト教会の牧師吉原学です今日は3月の22日ルカの福音書22章の63節から71節です下蔑みと礼遇の場でも黙々と使命を果たされる主というテーマで見ていきたいと思います 私たち一人一人が。今日。主の使命の中に。生きる。一日となりますように。主の皆によって。祝福します。ルカの福音書。二十二章。六十三節から。七十一節。さて。 イエスを監視していた者たちはイエスをからかい無ちで叩いたそして目隠しをして「当ててみろお前を討ったのは誰だ」と聞いたまた他にも多くの暴読の言葉をイエスに浴びせた夜が明けると民の長老会祭司長たちや立法学者たちが集まり イエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今からのち人の子は力ある。 神の右の右座につきます彼らは皆言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言うとおり私はそれです。そこで彼らはどうしてこれ以上証言が必要だろうか私たち自身が彼の口から聞いたのだと言った。 人々は自分を神の子だと主張するこのイエス・キリストを信じることができませんでしたですから捉らえて無知で打つことをしそして目隠しをしてですねからかったわけです多くの言葉でイエス・キリストを冒涜しましたしかし真実はどうだったんでしょうかイエス様に目隠しをしてそのように蔑んだ彼らこそ完全に霊的な 盲目なものであり、そして彼らこそまことの神を冒涜する罪を犯していた者たちでありました。彼らはなぜ神の子であるイエス様を信じることをせず、殺そうとしたんでしょうか？今日の本文の66節から68節を読んでみたいと思います。夜が明けると民の長老会、妻、市長たちや律法学者たちが集まり。 イエスは彼らの最高法院に連れ出してこう言ったお前がキリストならそうだと言えしかしイエスは言われた私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょうイエス様が誰であるのか、ね、そのことを彼らは 知らなかったんですね霊的な無知が本当にすべてのことを間違った方向に導いていました最知性やまた立法学者は以前からイエス・キリストを殺そうというふうにですね計画していましたそれはイエス様が罪人を許し病人を癒して神の御言葉を伝えたときに多くの者がイエス・キリストの方に従って 言ったからでありますそれを見て彼らは自分たちの立場やまた自分たちのですねメンツが潰れてしまったというふうに思ったわけです。もうこれからは指示を受けなくなってしまう。彼らはイエス様が自分たちの立場を危うくするそのような敵であるというふうに考えました。安息日に人々を癒し自分たちが守ってきたその ユダヤの文化であるその立法を壊し立法の教えに真っ向から逆らう罪人に見えましたですからユダヤの社会を守るためにも罪を裁いてイエス・キリストを殺すべきだというふうに取り除くべきだというふうに考えたわけであります彼らはイエス様が誰であるかということを全く知らなかったんですね。そして 知ろうともしませんでした先例のヨハネは人々がイエス様に従っていくのを見たときにイエス様のことを自分の人気を奪う煩わしい存在というふうには考えませんでしたヨハネはイエス様を自分の花婿そして主人というふうに言っていますヨハネの福音書三章の二十九節三十節をお読みします 花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ちあふれています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。信仰の大切なポイントは何でしょうか。 それは一つはイエス・キリストが誰であるのかそれは誠の神の子であるということでありますそしてもう一つとても大事なことはイエス・キリストが私にとって誰であるのかというポイントですそれは私たちの主人であると信じることです自分が主人として 生きてきてた私たちにとって信仰をですね持ってからも時には自分が主人となってイエス様を後にしていることがありますますた御言葉を聞いても最後は自分でですね決定してしまっているそのようなことが私たちの中にはあります。しかし誠の信仰とはだんだんとイエス・キリストが私たちのうちで栄えて大きくなって。 そして私自身は衰え小さくなっていくことを通してイエス様が主人となって私たちのうちに建てられていくことにあります。皆さん一人一人にとってイエスキリストは誰でしょうかまことの信仰とはイエス様を主人として告白し愛する心を持って私たちが従っていくことにあります。 今日の69節から71節を見ていくときに、ここに再びイエス・キリストが誰であるのかということが示されています。お読みします。だが今からのち人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。ではお前は神の子なのか。イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り私はそれです。そこで彼らはどうしてこれ以上証言が必要だろうか。 私たち自身が彼の口から聞いたのだと言ったこの時に人々は目の前にいるイエス様がまことの神の子であることを信じることができませんでしたですからイエス様の行動のすべてを全く理解できなかったんですねイエス様は69節を見るときに「人の子は力ある神の右の座に着きます。 それはイエス様こそが神の子供である証しでありそして全てを治め人類のすべてを救うために来られたメシアであるということを意味しています。イエス様は神の子の使命に最後まで進んでいかれました。それは十字架の泥浪さの道であったことを私たちは知っています。弟子たちもも一人も残らず ただ一人で黙々とその道を歩まなければいけない孤独はどれほど大きかったでしょう。しかし最後までその道を行くことができたのはイエス様は十字架の使命を一人で成し遂げたのではなく父なる神と共になされたからであります。私も時々牧師の働きをしながらですね 誰にもですね話すことができないそのような案件を抱えたり、また、えー、その働きの葛藤をですね覚えるときに、えー、孤独をですね感じるときがあります。しかしそのような時に父なる神の御前に行って私は告白します。私よ私はあなたのものです。ただあなたのその使命を最後まであなたの御力によって成すことができるように。 助けてください。愛する皆さん私たちの信仰の道をイエス・キリストは神の子どもとして私たちより先に歩んでくださいましたそのことがどれほど大きな慰めでしょうか私たち一人一人を救い神の子として召してくださったのは父なる神であります。私たちの一人一人が使命を持って その召しに従って歩んでいこうとするときに一番そばにいて助けてくださるのも父なる神であります召したも神がなしたも神であることを私たちは信じて従っていきたいと思います今日神の御なるイエスキリストが父なる神の右の座において皆さん一人一人を取りなしてくださっています 主の道を歩まれる一人一人の上に主の御手の守りと助けがともにあることを心からお祈りします。ペテロはイエス様からの質問を受けた時にですね あなたは私を誰だというのかと言われたときにあなたは生ける神の子キリストですと告白しました今日も共におられる主ュエスを私たちの信仰告白によって歩み出そうとするときに私たち共におられる主によってお一人お一人の使命が成し遂げられていくことを信じます共にお祈りしましょう主よあなたこそ生ける神の子キリストです 私たちの力ではあなたから与えられた使命を成し遂げることはできませんあなたが私たちの主となってその使命を成し遂げてくださいそして私たちが主に栄光を返すものとなることができるように導いてください私たちに使命を与えその使命を成し遂げてくださるイエスキリスト皆によってお祈りしますアメン